生工藤新一、幼馴染で同級生の毛利蘭と遊園地に遊びに行って黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した。取引を見るのに夢中になってた俺は背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった。俺はその男に毒薬を飲まされ目が覚めた。体が縮んでしまっていた。工藤新一が一人で奴らにバレたらまた命を狙われ周りの人間にも被害が及ぶ。アガサ博士の助言で正体を隠すことにした俺はランに名前を聞かれてとっさに江戸川コナンと名乗り、奴らの情報をつかむために父親が探偵をやっているランの家に転がり込んだ。この中で俺の正体を知っているのは博士を除けば灰原哀だけだ。彼女は黒ずくめの男たちの仲間だったが組織から逃げ出す際俺が飲まされたのと同じ薬を飲んで体が縮んでしまった。